嘘だ。出張ホラーナイトウィーやったー、やったこれだ、やったこれだ。何ヶ月ぶりですかね。1ヶ月経ってませんけど、1ヶ月目ですけどね。はい、はい、旅館、はい、旅館、SS ですね。 SS、 初っ端から SS 売れるのか分かんないようなところにあるんですけど、湖のなんか真ん中ら辺に旅館があったと。オーナーが、首吊り自殺してます。はい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 、何があった。そして車の中で集団で練炭自殺。2010年には焼身自殺。めっちゃ自殺してる、めちゃめちゃいるじゃん。なんで、はい、なんでそこなんだろうっていうの、うんうん、なんで。2010年では主婦の方が車に火を放ち焼身自殺してます。すごい、2011年に全焼。オーナーの霊とか、うん、清掃員の方が霊に見えたり、うん、ああやばっ。オーナーの霊とか清掃員の方が霊の方が霊の方が霊。やば。駐車場にも目撃談結構ありますので、第1箇所目ということで行ってみましょう。ミラーこれ何か映るんじゃないでしょうか。前も映ったもんねこれ。うん、そうだね。ミラー、うわやだ、ミラーやだ、見たくね。ミラーとか見たくないわ。うわ、写真撮ってミラーとかにもあったからね。なんだ目の前のあれは。なんかタンクみたいなのあるね。ホテルに使ってたんだよ。うわ、え、ありえるありえる。これじゃないよ。さすがにこれじゃないでしょ。あ、これだ、これだ、これだ、これじゃないの。これだ、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 これえぐい、これ燃えてるよ多分。しかも人が入るとかじゃなくない、はい、これなサウナみたいになってるよ。え、確かに、ほら、え、どういう部屋、どういう、これどういう、もうじゃあこん中ちょんけんで、もう出たーって言っちゃやめぞ。出たと一緒、グッじゃけんぽい。え、ワンパン、こんなことある、ワンパン、よしよしよし、相変わらず弱いね。着きます。あ、くさくさ臭い。何この部屋マジで、え、低くないこれ高さ。いや、何高さ低くない、これ何の壁、普通にマジ燃やすとかじゃない。ああ、なんだ、元から燃やすとかなのか。どうだ、不気味なんか、いや、なんか、ね、狭すぎてなんか、でもなんかね、ガス系あるんだよねこれ、ガスの蓋だから。怖いって怖いって怖いって、お前牛じゃねえよ、牛じゃないよ、死できないから、無理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 。これ、ここ僕知ってるんですけど、僕の友達が行って一回行ってるんですよ。ここでっかい白いホテルが一個あると思うんですけど、その一個横で見えます、左側、奥のやつかな。あー、分かるんですか、奥のやつかな、全焼したところ。そこで僕の友達が牛を連れてった子がおかしくなっちゃった。ちょっと立ち入り禁止の看板があるので中に行くのは危険なんじゃないかということで、はい、でこちらはサブチャンネルで流しましょう。はい、はい、バイ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 って。あ、クワケエグくね、誕生日。これはそもそも何だったんだろう、本当にボイラー室って感じなのこれは。たぶんてか、こっちでさ、うん、え、燃えてる感じなかったの、なんか焦げとか。ほんで、え、燃えてるの、燃えてる、燃えてる、なんかだから消防士に出たじゃないやつ、行ってたじゃん、行ってたじゃん、消防士に出たじゃん、確かに、だからこの部屋でさ、消防士に出た、消防士に出た、それもそれね、最初思ってたんだよね、うん、確かに、じゃねえよ、え、じゃ俺入った、うん、入ったんですか、え
って言われたらめちゃくちゃやばいけど、ね、ベタベタホテルは燃えてないもんね、うん、ここしか燃えてる感じしない、ね、ここで消費だとしても大丈夫か、嘘だ。うん、さあ、うさこちゃん、ここにお前のシャベルとバケツがある。父さんが乗っても潰れないような大きな砂山ができるかも。お前って何、うん、でもなんか表現がいちいち怖い、うん、そうね、ちょっといちいち怖いな。明らかに自分で書いてね、これやばくね、マジ、うん、うん、絶対絵本じゃないよ。え、なんかこれ怖い、怖くねってやろうだって、うん、この滲んでるのがやばい、なんで今、これ裏か。次は最後意味わかんない、ふわふわさん、ふわふわさん、この絵がちょっと怖い。え、なんかさ、うん、絶対おかしいよ、内容。よく見つけたね、普通にここにあって。そうなんだ、ね、そうです、それだよな。確かに、だってドア開け閉めしたから絶対わかるよ、ここにあったら、うん、なんで、見つかった。ワンチャンさ、カメラ撮ってるからさ、ワンチャンあるかないか確認できるもんね。確かに。さすがにこれじゃないでしょ。これじゃねえの？え、これじゃねえの？え？え？あれか、あれだ。でかすぎだろ、あれ。待って、普通に練習しますもん。やば。うわ。待って、普通に練習しますもん。やば。最初ちょっとこう手で普通にこう映してて、だからここめっちゃ見えてんだけど、全体的にぼやけてて、なんなんかわかんない。大丈夫？いや、ほらやっぱおかしい。ほら今口をしやの。今普通に声しない。これ今今してる。出てて、なんなんかわかんない。大丈夫？いや、ほらやっぱおかしい。ほら今俺、後ろの方から物音はしたけどね。何の音これ、ふん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 って音する。想像を絶してやばくなってね、急になんか起き始めたよね。急になんか起き廃墟がなんか立ち入り禁止臭いから、うんうん、ちょっと違うね、サブでちょっと流すぐらいにしようかなってなったんですけど、うん、これやばいでしょ。これね、本当にやばいよ。内容が結構ブツになったもん。ブツになった。文の内容がやばかったし、絵も気持ち悪いって感じで。最後はこう要するに、うん、もう絵も何もないわけで、こう落ちてたんで。あ、ここが最後か、じゃあ。うん、そっか。そうそうそう。だから最後、うさこちゃんは眠くなりました。帰る途中で眠くなりました。帰ってないんだよ、これ。うん。えんちゃん、いるじゃん。帰れてないんだよ。うわ、取り放題。うさこちゃんは。本当にそのさ、ちびっこが誰かが落としたっつったらさ、いつから、いつのやつって感じだよ。なんで、もうハイホテルなんだけど、もうなくない。さ、なんかさ、なんか濡れた足音みたいなのしない？かなんかピチャピチャすごい聞こえるんだよ、俺。マジ入ってねえだって、俺はまだ見れないけど、うん、見れる前からこんなのあるから、やべえんじゃねえのここ。またなんかな、予想外なもの。でしょ、あれもさ、祭ってあるんだよね、書いてあるんだよ。平成4年11月3日
そうあれ初心っていつなんだろう初心20102010ってことは全然古いのかな92年、うん、焦げてる感がすごいですね、やっぱり本当に一緒だめっちゃ焼けてるもんこれってなんだ、あれも一応いっとこうこういうの、そうそうそれもちょっと見てみようよ、これだなんかあの扉辺じゃね本当だここの文字さえやばかった大爆発だった爆発しんこれ扉辺じゃねめっちゃ書いてああ、行ってみるよ水系かな、これはあー、タンク、タンク、タンク、うん貯水的な君だな、ここマジでハイホテルあるし、自殺するし、なんか犬の祀られてるし、マリスのオーラはやばいと普通ではない、うん、絶対何かしら関係してんだろうな、うん、危ないと、いろいろと何かやばいとこだったちょっとね、思わぬ事態がなんかそう、ね、トラブルだね異質だよ、ちょっと今回から車内の現象多いので、外から車を映すカメラを、3段目の今回から実施していますので、はいはい、何か現象がありましたら、そちらの映像も流したいと思います、はい、まあ、リクエストね、リクエストも多ければ、うんうん、サブチャンネルで丸々フルで一旦その外の映像をバンって流しておいてもいいので確認できたらね、外のカメラで、うん、それまでは多分貯めとくだけになりますけど、うん、気味感がすごすぎて、うんうん、非常に後味がよろしくなるというか、改良感ですね、はい、まあ S ですね、 S です、ね、SS は多分中入ってないからどうしようもないですね、そうだったね、まあ、思わぬ展開で、ね、第3弾の1箇所目、はい、終わりましたけど、はいはい、いや後味悪いんだけど一発目がこのまま2箇所目行くのなんかやばいよなちょっとそれで行くの怖いなマジでこの後まああれですね、入れたらリベンジしたいかもあるんで、ね、うん、まあ、ここに許可取れば入れますよっていうのありましたらすぐ許可取ってから行きたいと思いますので、はいはいはい、お願いします。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ゾッとした方は、下の概要欄にもいろいろとホラーの再生リストとかありますので、はい、この出張ホラーナイトシリーズたくさん見てみてください。はい、お願いします、お願いします。2カ所目ですね、次行くのは。いやーもういやだ、もうどこ行くにも怖い、変な2カ所目レート SS です。出たサイレンやん、もうだって見て、このもう来てるよ、まずいや、これまずくね、うわ、ちょっと超まずい、俺も聞こえた、聞こえたお前も、こっちであっちやばかったな、ほらほら見てよ、何あれだろ、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 